皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ？突然だがあなたは刑務官になりたいと思ったことはないだろうか。刑務官って刑務所や拘置所で収容者の作業や生活を監督する仕事のこと？せやで。国家公務員でイケてるとは思うけど色々と大変な仕事だろうしやってみたいとは思いませんな。そうだろうそうだろう。誰もが一度は刑務官の仕事を体験してみたいと思うことだろう。いや、人の話聞いてた？今回はそんなあなたの夢を叶えるとっておきのゲーム、プリズンシミュレーターを持ってきてやったんだぜ。勝手に話を進めるな。本作は米国のとある刑務所を舞台に、プレイヤーが刑務官として志高く職務を全うしていく職業体験シミュレーターゲームなんだぜ。いやそんなん説明されても私やらないからね。それでは早速遊んでいくとしましょう。レッツプレイだぜ。強引すぎー。ということで始まったんだぜ。ここは、刑務官が使うロッカールームだな。誰かいるんだけど。先輩のリチャード刑務官だ。挨拶するんだぜ。あ、どうも。イングゴマスナタン。そうです。無理やりこの仕事やらされることになりました。あ、コゴナスナタン。よろしくです。優しそうな先輩でよかったな。あ、コゴナスナタン。なんか所長に会わされるみたい。そりゃ出勤初日だしな。挨拶しておかんと。緊張してきたわ。私この仕事ちゃんとできるのかしら。って壁に消火器かかっとるやん。そりゃ消火器くらいあるだろ。実は私、消火器好きなんだよねー。消火器が好きってどういうことって何しとんねん。今日からこちらでお世話になります白霊霊夢です。以後お見知りおきを。初日から同様に消火器ぶっかけるやつがどこにいんだよ。お、ここが所長室みたいね。失礼のないようにな。お前そんなことばっかしてっと違う意味でこの場所に世話になることになんぞ。ケニア所長よろしくお願いします。ケニスナ。そりゃあもう緊張しすぎて生まれたての小鹿みたいに足がプルプル震えてますよ。開始数分で同様に消火器ぶっかけてるやつがよく言うよ。初日は簡単な仕事なんですね。助かります。よし、お姉系所長への挨拶も済んだことだし早速仕事を始めるとしよう。仕事って言っても何をすればいいんですかね。画面右上に我々がこれから担当することになる独房棟へ向かえとの指示が表示されてるぜ。あ、本当だ。独房棟ってことは囚人がたくさんいるのよね。我々が担当する棟は所内でもよく問題を起こす札付きの悪ばかり収監されているらしいから、覚悟してかかる必要があるんだぜ。ひえ、なんで初日の新人にそんなヤバい棟担当させんのよ。ブラックすぎでしょ。一応初期装備で警棒を持っているから何かあった時はこれで対処できるぜ。いやいやそういう問題じゃ。ストーリーを進めるとショットガンやマシンガンなんかも解放されるらしいから頑張って仕事をこなしていくんだぜ。武器のことはどうでもいいのよ。右も左もわからない新人に凶悪犯が収監されているブロックを担当させるのがおかしいって言ってんのよ。初日からあえてきつい棟に配属して今後ここでやっていける人材かどうかをテストしているのかもしれんぞ。ふるいにかけられているってわけね。さあ着いたぞ。管理室にあるレバーを引いて囚人を独房から出すんだ。囚人を独房から出すですって？我々がこれから世話をする囚人たちの顔をしっかり覚えておく必要があるからな。ついでに危険物を隠し持っていないか抜き打ち検査もするんだぜ。おお、全員独房の前に立ってる。この塔には全部で15人の囚人が収監されているんだぜ。15人ですか。新人刑務官が管理するって考えると十分多いわね。おい霊夢、早速騒ぎが起きているぞ。そこのあんたたち何やってんの？囚人同士の喧嘩だ。止めるんだぜ。これでいいのかな？また別の奴が騒ぎを起こしに来たぞ。しょっぱなから問題起きすぎ。無所じゃこんなの日常茶飯事だぜ。って何こいつ顔子は。完全に決まった目と君の悪い微笑み。こいつは注意深く監視した方がいいかもしれん。この顔は絶対5、6人くらいやってるでしょ。気味悪いし、もう死刑でよくない？死刑のノリ軽すぎない？開始早々問題起こしてるし、こういうやつは早めに処分しておくに限りますよ。そもそも新人刑務官に囚人を死刑にできる権限ないんだよな。死刑にできないの？今はまだな。仕事っぷりが認められてクラスアップすればできるようになるとは思うが。おいてめえ。私の目が黒いうちは好き勝手させねえからな。こういう輩は大抵独房にヤバいものを隠し持っていることが多い。抜き打ち検査するんだぜ。へえ、独房の中のオブジェクトは詳しく調べられるのね。かなり細かく調べられるぞ。ふむ。寝床周りは特に怪しいものはなさそうね。ほんじゃ次は便器だ。おろおお、便器？便器の中まで調べられちゃうんですか？大抵の刑務官はやりたがらないのに、なんでお前はそんなに嬉しそうにできるんだ。だって私便器好きなんだもん。キモい。便器も異常なしと。ラストは洗面器だ。
あの顔出し絶対何か隠し持っているとは思うんだけど、なかなか出てきませんね。で、出たー。蛇口の中から手巻きタバコみたいなのが出てきた。やはり隠し持っていたか。これは普通に報告すればいいのよね。報告すると刑務官側からの評価が上がり、報告せずに見て見ぬふりをすると囚人からの評価が上がるシステムらしいぜ。私は真っ当な刑務官なのでちゃんと報告しました。ちなみにどちらにも報告せずに発見物をくすねることもできるみたいだぜ。それを先に教えてよー。くすねて適当に売っ払えばお小遣い稼げたのに。真っ当な刑務官とは何だったのか。うわー、何この人、体中に落書きされてる。落書きじゃなくてタプーなんだよな。あんなに好き放題体に落書きされちゃってかわいそうに。他の囚人たちからいじめられてるのかな。だから入れ墨だって。で、あの落書きまん枕の裏に注射器隠し持っとるやんけー。明らかな危険物だな。こいつは報告だ。一体どこで手に入れたのかしら。汚職刑務官と取引して手に入れたか、あるいは差し入れの中に隠して持ち込んだか。今度は針が出てきたんですけど。注射器に針？これは完全にあれをやるためのセットだな。刑務所にいるのに悪とは全く反省してませんね、この囚人。で、また注射器かい。予備用のだろうな。これ完全に刑務官舐めてんでしょ。こういうやつは絶対に死刑にした方がいいと思います。死刑死刑って、霊夢に死刑任せたら刑務所から囚人いなくなりそうだな。おい、顔は覚えたからな。見張ってるぞ。ちなみにこのゲーム身体検査もできるぞ。独房だけじゃなく本人も調べられるのね。ビーフジャーキーが出てきたが、これは合法だぜ。罰として没収します。ヒット。ふう、これで一通り囚人のチェック終わったかな。ご苦労であった。それでは次の仕事に移るとしよう。まだ何かあるんですか。そりゃそうよ、刑務官は囚人を監視監督するだけが仕事じゃないぞ。次は何をすればいいの。この先に見えるマークのところまで向かってくれ。そこには何があるんです。検品室だ。検品室？囚人への差し入れや囚人自身が持ち込んだ荷物の内容物をチェックする部屋だぜ。なるほど、怪しい品物が紛れてないか調べる部屋ってわけね。どうやら今日は3つ箱が来ているようだな。全部チェックするんだぜ。終わったらこのチェック済みの棚に移動すればいいのかな。うむ、了解です。それじゃあテーブルの上にでも置いてチェックしていきますか。見落としがないようにしっかり隅々までチェックするんだぞ。魚の目の霊夢と呼ばれたこの私が見落としなんてするわけないでしょ。鷹の目ならまだわかるが、魚の目ってなんやねん。どれどれ。ふむ、これはただのタウンワークですな。どう見ても本なんだよな。よし、異常なし。次の品行きましょう。これは薬の容器っぽいな。中にはちゃんと薬が入ってますね。これも問題はなさそうだ。今度はオレンジ味の飴？ボックスガイとはよほどオレンジ味が好きなんだな。味見していい？ダメです。お次はツナ缶だ。開けて中もチェックだ。うん、至って普通のツナ缶だね。味見していい？ダメだって言ってんだろ。最後は抜け毛予防のシャンプーだって。特に問題はないな。味見していい？死ぬぞ。全部チェックしたけど、このボックスは特に怪しい品は出てきませんでしたな。よろしい、合格だ。ではこの箱を検品済みの棚に置くとしよう。一丁上がり。ほなら二箱目見ていこうか。この作業、地味だけど結構楽しいわね。霊夢も検品の楽しさが分かってきたか。これはサプリメントかしら。問題はなさそうだぜ。こっちは心臓の薬？これも異常なし。ラストはホワイトチョコレート？たまにこの板チョコの隙間に針とかを紛れ込ませてる輩がいるんだが、今回は大丈夫そうだな。二箱目は品数少なかったわね。怪しいものも出てこなかったし順調だな。さあ、最後の箱調べていきましょう。この流れでラストもサクッと終わるといいんだが。わあ、なんだこれは。少年とユニコーンのタプーってタイトルの本のようだ。中からハンマー出てきたんですけど、なぜこの本に隠したのか。報告しておきました。ご苦労。まったく、最後まで油断できないわね。きっと脱獄に使うための道具だろうな。あや、この箱の持ち主死刑にした方がいいんじゃないの。一応上には伝えておくぜ。さてさて、次の仕事が待ってるぞ。お次は何ですか。囚人たちの仕事を監督するお時間です。囚人を働かせるの。せやで、この独房棟の中から働かせたい囚人を5人選んで作業場まで連れて行くんだぜ。私が選んでいいんすか？うむ、好きに選んで構わんぞ。それじゃあ普段調子に乗ってそうな奴らを選んで仕事の厳しさを叩き込んでやりますかね。働かせたい奴が決まったら数取り機を押すんだぜ。お、カウンターが1になったわ。今ので選べたのね。さああと4人、どんどん選んでいくんだぜ。任しときー。オーケー、選び終わったよ。どれどれ。なんだこの子すぎるメンツは。なんだか知らないけど、うちの当バケモンみたいな面した囚人がたくさんいるのよね。まあいい。
こいつらを作業場まで連れて行くんだぜ。了解です。てめえらしっかりついてこいよ。お前歩き方がムカつくんだよ。理不尽すぎ。ってことで作業場に到着いたしました。ご苦労、全員を中に入れてくれ。さあ入った入った。よろしい、ではこいつらに作業道具を配布してくれたまえ。そっか、道具がないと何もできないもんね。道具はそこの部屋の壁にかけてあるはずだ。ありました。道具は全部で5つある。一人に一つずつ渡すんだぜ。中には凶器になりうる道具もあるけど、これを持って暴れたりしないかしら。それを監視するために我々がいるんだぜ。とりあえず一番危なそうなハンマーはこの穏やかな納豆みたいな囚人に渡すことにするわ。こういうやつが意外と暴れ回ったりするから用心するんだぜ。このネメシスみたいな囚人にはレザーナイフを渡しておきましょうか。ネメシスにレザーナイフとかいうパワーワード。この擬人化したトマトにはヤスリでいいでしょう。人材多すぎない、このチーム。ちょびひげアジア系の君にはスクリュードライバーを託そう。こいつが一番まともそうだな。最後はこの問題児。出た？メンタマガンギマリニキ。お前にはレンチを渡してやるよ。絶対問題起こすやろな。お、早速仕事してるわね。トマトくん見かけによらずいい働きっぷりだな。納豆ボーイもしっかり仕事してるわ。うんうん、いいぞその調子だ。ちょびひげくんはドライバーで椅子を組み立てているようね。ネメシスとガンギマリニキの様子はどうなんだ？今見に行くわ。ってあれ？トマトがいなくなってる。あー、トマトがちょびひげに襲いかかってる。おい、やめろー。ノックアウト。たく、ちょっと目を離した隙にこれよ。仕事してるふりをしてちょびひげを襲う機会を伺っていたわけだ。実にけしからんやつですわ。今の警棒アタックでこぎたようだぜ。次暴れたらトマトスープの具材にするからな。覚えとけよ。で、今度はネメシスが来たわ。こいつもちょびひげを襲いに来たようだぞ。ちょびひげくん人気ありすぎでしょ。今回はなんとか襲われる前に対処できたな。やっぱり人は見かけによるな。いつまで殴っとんねん、もうええやろ。こういうやからには体に覚えさせないとね。覚える前に死ぬぞ。たく、納豆ボーイを見習ってもらいたいものだわ。ほら、持ち場に戻れ。めっちゃいい音してくさ。今のは脳みそ揺れたでしょうね。え、急に警報が鳴り出したよ。まずい、作業場内で火事だ。か、火事？うわあ、めっちゃ燃えとるー。急いで消火器を持ってきて消火するんだ。わかったわ、そっちじゃねえよ。あ、間違えた。早く消火せい。火元は一体何なのかしら。ここって確かさっきまで納豆ボーイが作業してたよな。まさか納豆ボーイの犯行？騒ぎを起こしてこの隙に脱走するつもりだったのかもしれん。だとしたら死刑案件だねこれ。ふう、なんとか火が大きくなる前に消火できたな。おい、お前がやったのか。まあただの事故だった可能性もあるがな。白黒はっきりさせたいところだけど、他の囚人の監督もしないと。だから今日はこの辺にしといてやるわ。いい加減メンタマガンギマリニキの様子も見に行かないとだしな。おお、めっちゃ普通に作業してるやん。改心したのか。びっくりするほど真面目に働いてるな。意外とこういった作業が好きなのかもね。作業場においての評価はちょびひげとガンギマリニキが2トップだな。よくやってるわ。よし、作業時間終了だ。全員から道具を回収して独房棟に戻るぞ。今日の作業はこれで終わりなのね。ちなみに今回の作業で出た利益は所内の備品や囚人服の購入に使えるぜ。へえ、そんなシステムもあるんだ。自分好みの刑務所にカスタマイズできるんだぜ。オーケー、道具も戻し終わりました。あとはこいつらを独房に戻せば今日の仕事は終わりだぜ。いやー、予想通り刑務官の仕事は大変でしたなー。でもやりがいはあるだろ。まあなんだかんだで楽しくはあったわね。だろだろ、なら今後も刑務官の仕事続けてくれるよな。うーん、検討しておくわ。なんで検討やねん、楽しく受けらないか。マリサの持ってきたゲームだからなー、嫌悪感があるんだよねー。なんでやねん。まあこの動画が好評で、次も見たいって声が多ければやりましょう。聞いたか視聴者のみんな、この動画が好評なら刑務官の仕事を続けてくれるみたいだぜ。この刑務所シミュレーターの続きを見たいって方はぜひグッドボタンを押して応援してくれなんだぜ。それじゃあ今日はこの辺で。おう、お疲れ様なんだぜ。では皆さんまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。